それくらい原型です。非常にして眠い。今日はですね、なんと引っ越し当日です。今時間が何時ぐらいだろうな、8時半くらいなんですけど、引っ越し業者の方が9時ぐらいに家に来るらしいんですよね。だからあと30分後ぐらいにもう家に来るんですけど、ほぼね、もう荷造りも終わって、あとは持ってくだけっていう状態にまで来ました。あんま、昨日もね、4時ぐらいかな、3時半ぐらいまでやってて、まあ今日も早起きして、だから2時間ぐらいしか寝てないんですよね。前の日もほぼ寝てないから、結構やばい。まあでも今日乗り切ったら結構楽になると思うんで、とりあえず今日一日はこの引っ越しを頑張ろうと思います。もう顔も疲れ切ってるのもやばい。今引っ越しがどんな感じかちょっと見ますか。はい、まずこれが段ボール。段ボールもね、最初10個ぐらいの予定だったんですけど、もう結構20個近くなりました。まあテレビをね持ってて、まあこっちもこんな感じですね。だいぶ散らかってますけど、まあ、まとまってはいるかなっていう。これは洗濯機。洗濯機もね、水抜くやつ大変でした。これもよくわかんない、汚い。これもね、なんか適当にガムテープでくっつけただけなんですけど、でもいいかなこれで、って感じですね。とりあえず眠い。まあこれから引っ越し頑張っていきたいと思います。はい、これって、はい、ここってどこで引っ越しの時つけました。すげえ隣がバカみたいな女みたいで、なんか大騒ぎしてるみたい で、はい、で全然寝れないとか言って、はい、地元が新潟なんですよ。あ、そうなの？そうです。どこ新潟？新潟の佐渡。佐渡？佐渡昔行った行った、ダイビングで。あるんですか？あるある。佐渡キッズさんとか、はい、めっちゃ今までで、はい、その1日だけすっげえ透き通った日があって、めっちゃ綺麗だったよ。海、海外なんかより全然綺麗だ、佐渡。へえ。うん、でもなんか見慣れてて、うん、僕たちあんまり。いや、もうほんとびっくりするぐらい1日潮が通って、はい、すっげえ綺麗な時あった。へえ。うん、佐渡いいじゃん。だって魚とかうまいし、すごい楽しかったよ佐渡。すごいいいっすよね。うん、うん、いい。なんもないっすけど、佐渡いいイメージしかないな。なんか寺泊まりとかわかんないけど、佐渡って珍しいね。珍しい。あんまいないよね、佐渡の人って。いないですね。うん、あんま会ったことないな。新潟じゃないよね、だってあそこ。新潟っつっても新潟じゃないですね。うん、空いてますか？すんげえ空いてる。だってほとんど混んでないじゃん。はい、さっきのあの合流とこだけでしょ。はい、もうすぐ降りるから高速。はい、あともう下道っていうか。うん。うん、綺麗でしょ。はい。左見てこれ。このか、ここのここからずっと桜並木のこっち。はい。こっちこっち。ほら。うん。はい、今ね、やっと引っ越しの方が終わりました。もう荷物まみれで、やばいっす。とりあえず、引っ越しは終わったんですけど、一応電気会社の方には連絡してたんですけど、電気がつかないっていう緊急事態が起きてしまったんですよね。
今1時ちょっと過ぎぐらいなんですけど、1時半から2時ぐらいの間に水道とガスの立ち会いしなきゃいけないんで、まあそれをねやろうと思います。今ね、やっと水道とガスの立ち会いが終わりました。結構ね時間かかりましたね。まあでもちょっと一番肝心な電気が通ってないんで、まだそれだけ頑張って直したいと思います。とりあえずねちょっともう疲れたんで一回寝たいと思います。今ですね夜になって電気通ったんですけどね、こっちちょっと見てください。これ電気ついてるじゃないですか。でもまさかの部屋の中の電気が、これ電球がついてないっていう。だからもう今日はこの中で寝ないといけないです。今日はこの最悪の環境の中寝なきゃいけないんですけど、とりあえずこの水とこのローソンでパンだけ買ってきました。これでちょっと上をしのごうと思います。